今日紹介するスマートフォンはウレフォンのアーマーシリーズですね。タフネススマートフォンのアーマー 27T プロというものになります。で、品番の中に T が入ってますので、これサーマルカメラを搭載したタフネススマートフォンになります。それでは早速見ていきましょう。箱はいつも通りのアーマーシリーズの箱ですね。ここは本当にデザインずっと変わらないですね。それではですね、箱の横に主なスペックが書かれていますので、こちらで一通り確認をしていきましょう。まずはタフネススマートフォンということで IP68、IP69K に対応しています。あと先ほど言いましたね、サーマルカメラ、フリアのカメラを搭載しています。ディスプレイは 6.78 インチのフル HD プラスです。なんと 120Hz に対応しています。SOC はですね、メディアテックのディメンシティの6300ですね。まあ、なので比較的性能が低い、で価格を抑えたモデルになっています。ストレージは 256GB です。カメラですね、インカメラが3200万画素、アウトカメラが5000万画素ですね。で、フリアのね、サーマルカメラ以外になんと6400万画素のナイトビジョンも搭載しています。バッテリーは 1600mAh ですね。で、さらにこれ無線充電にも対応しています。あと NFC と Android バージョンは14です。それでは同梱品を確認していきましょうか。本体はまた後で見てみましょう。同梱品はですね、充電器とタイプ C ですね。こちら EU プラグになりますけれども、最大の出力は 33W です。本体の方も 33W の高速充電に対応しています。それではこちらのね、小さい箱の中には説明書関係ですね。説明書関係と、あとガラスフィルムが1枚入っていますね。はい、専用のガラスフィルムが最初から1枚入っています。それではね、本体の方を見ていきたいと思います。本体の方はですね、まあデザイン的にはパッと見もうね、タフネススマートフォンといった感じです。背面は、これはよくあるちょっとゴムっぽい素材になっていますね。それに対してサイドは金属フレームをはめてあります。この辺も従来からあるね、タフネススマートフォンと、まあ大体似たような感じかなと思います。そこの方はしっかりとね、厚めのバンパーが巻いてあるといった感じです。で、ここに一応キャップ付きのタイプ C とスピーカー穴ですね。サイドの方は電源ボタンに、ボリュームボタンです。上の方は、ここにですね、キャップ付きの3号のイヤホンジャックあるみたいです。あと専用のケースをつける、引っ掛けるね、溝が切ってありますね。これなんですかね、IR ブラスターでしょうか。あとサイドですね、逆サイドの方にはカスタムキーと SIM スロットですね。あとオプションパーツを付ける接点があります。ウレフォンのね、端末には結構特徴的な機能ですけれども、まあ内視鏡とかですね、ちょっと拡大鏡のようなものをまあ付けたりする接点があります。これはオプションになります。そこの方にですね、少しこう引っ掛けるね、ストラップホールみたいなものがあります。で、カメラの出っ張りは比較的少ないですね。まあフラットに比較的近いと思います。で、真ん中はやっぱサーマルカメラですかね、センサーですかね。あとカメラが2つといった感じです。厚みの方は 19.7 ミリです。重量ですけれども、思ったより重たいですね。そこまで重いと感じなかったんですが、443グラムですね。もうタブレット並みの重量ですね。それでは早速端末の方ね、立ち上げてみました。壁紙がすごいインパクトありますね。最初から入ってるアプリはこんな感じですね。特にゲームとかね、動画配信サービスとか SNS とか、まあ、そういった余計なアプリは入っておりません。で、画面のリフレッシュレートは最大 120Hz ということだったんですが、これ見ると最大 90Hz になってますね。確か販売ページには 120Hz って書いてあったし、箱にも 120Hz というふうに書いてあったんですけど、ちょっとよくわかんないですね。最大 90Hz になっています。で、まあ、標準60と90と選べないですね。あとこれは自動化。まあ、なのでちょっと120で本当に表示されてるかは謎です。リフレッシュレートを最大にしてですね、一応ね、テストするサイトにアクセスしたところ、まあ一応88出てるので、おそらく90にはまあ対応してるのかなという感じです。ただ120まではこれ測れると思うんですけれども、120の表示がないので、まあ、とりあえずこれブラウザではそういうね、120には、120Hz では表示ができていないのかなと思います。
まあ、よくゲームだけなるとかね、そういうのもね、ゲーミングスマートフォンにあるので、もしかしたら、そういうゲームとかだと 120Hz になるやつもあるのかもしれない。とりあえず90までは間違いないです。スマートフォンなのでそれほど気にならないかもしれませんが、ワイドバインのセキュリティレベルは残念ながらレベル3です。解像度はね、1080×2460 ですね。で、ドロイドインフォで見ると、やはりリフレッシュレートは 90Hz になっています。それではですね、アンツーベンチマークやってみました。ディメンシティの6300ですけれども、スコアの方は45万920点ということですね。まあ、普段使いであれば特に問題ない性能かなと思います。まあ、こちらね、5G に対応していますので、4G だとヘリオの G99 と、まあ、大体似たような性能かなと思います。オクタンベンチマークのスコアはこんな感じですね。マルチがもしかしたら G99 より低いかもしれないですね。シングルは同じぐらいかなと思います。WebGL のベンチマークは魚5000匹で44ですね。60出てるとまあそこそこと言われてますけど、やはり44、そこそこよりちょっと下といった性能でしょう。最大3万匹にすると、カクカクですね。やっぱり8ぐらいになってしまいます。じゃあ逆に100匹にしてみようか。はい、100匹にするとやっぱり 90Hz 出てますね。89、90近く出てるんで、とりあえずブラウザだと最大やっぱり 90Hz なのかなと思います。 GPS のテストしてみました。こちらは特に問題ないですね。まあ、メディアテックのやつはそれほどこうムラがないので、まあ普通といった感じで、ユニソックがねあまり良くないですね。あとスナダラ685もタブレットだとあんまり良くないです。まあ一応58個見えて45個掴んでいて、アベレージ 23.9 ということなんで、まあ特に問題ないと思います。 5G 端末ですけれども、デュアルバンドには対応していないみたいです。スピーカーはですね、残念ながらシングルスピーカーですね。この底からしか音が出ません。それでは次はこのスマートキーを見ていきましょうか。カスタムキーはですね、こちらの設定メニューにスマートキーという設定項目があります。一つのボタンに対してシングルクリック、ダブルクリック、長押しと3つの操作や動作を割り当てることができます。実際割り当てられるのはこういったショートカットやインストールしているアプリの起動ですね。これを割り当てることができます。とりあえず今ダブルクリックに懐中電灯をオンを割り当てました。あと長押しに、じゃあアプリを設定してみましょう。それではアプリにはカメラをね、割り当ててみます。それではこちらのカスタムキーね、ダブルクリックしてみたいと思います。ダブルクリック、これライトですね。次は長押しで、はい、カメラアプリが起動しました。それではですね、カメラアプリ確認していきましょうか。まず写真のモードですね。でこれサーマルカメラとナイトビジョン搭載していますが、広角カメラとか、望遠カメラとか搭載しておりません。機能としては AI HDR ですね。あとは一応デジタルズームですけど2倍を選択することができますね。あと最大4倍ですね。ちょっとこの辺も少なめになってるかなという感じですね。あとはここから美顔モードですかね。あとはフィルムモード、ちょっと黄色くなりましたね。あと5000万画素で撮影するモードですかね。それ以外はまあ動画ですね。あとナイトビジョン、ここから選択することができます。まあ白黒にはなりますけれども、暗闇でもね撮影できるという機能ですね。一応オートフォーカスには対応しています。でさらにナイトビジョンで動画ですね、動画のナイトビジョンも撮影できます。若干画角が狭くなりました。こちらもオートフォーカスに対応しています。であとモッドというところにね、他の撮影機能がありますけれども、まあ夜景撮影とかですね、まあ、ただね、このグループとかですね、スポーツとかってよくわからなかったですね。マルチカメラとか結構たくさんあるんですけども、ちょっと使い方があまりよくわからないでしたね。 AI 絵文字っていうのは、これはねあのフェイスエフェクトみたいな機能でしたね。でサーマルカメラの方はカメラアプリの方ではなくて、このマイフリアっていうねアプリがありますので、こちらから使う感じになりますね。はい、こんな感じで利用することができます。だからこれは完全に別アプリという感じです。それではこれはね、普通のカメラで撮った写真ですね。もう普通に綺麗ですね。まあ条件が良くて明るければかなり鮮明に映ります。まあ拡大してもかなりね、毛の一本一本まで鮮明に映るんで、やっぱり最近のねタフネススマートフォンのカメラ性能とすごく良くなってると思いますね。
こちらもうちの猫ですけれども、こちらもね、しっかりと映っております。まあ明るければ全然問題ないですね。これはですね、サーマルカメラで撮影した写真です。まあ写真よりもやっぱ動画の方が、やっぱりこの温度のね、動きがわかるんで、非常にわかりやすいと思うんですが、まあ一応写真の撮影も可能になっています。一応ね、猫の鼻の頭が少しね、冷たくなってるのがわかりますね。こちらも猫のね、サーマルカメラの動画です。わかりますかね、動いてるのが。でも鼻の頭がやっぱり冷えてますね。それ以外はやっぱりね、あったかいんですけど、やっぱり猫の鼻は冷たいんですね。これはですね、ネッククーラーですね。最近流行ってるネッククーラーをつけています。やっぱりかなり冷えてますね。これは人を映しました。メガネはやっぱり冷たいんですね。これも猫なんですけれども、こういう形でですね、温度を表示することができます。だから場所をしてね、温度を測ることができます。で、この上にあったのはですね、やはりこれ IR ブラスターですね。こちらにですね、リモコンのマークがありますので、このスマートフォンもね、あたかもリモコンのように使える機能です。もうすでにこの部屋にあるね、クーラーのね、リモコンとして設定をしましたので、やってみたいと思います。それでは、このクーラーね、オンにして、とりあえず今ね、電源が切れてるので、電源を押してみたいと思います。はい、こんな感じでね、今エアコンがつきました。SIM トレイはですね、トリプルスロットですね、SIM カード2枚入って、さらに裏にマイクロ SD カードを利用することができます。最大 2TB に対応しています。対応バンドの方はですね、138、18、19、26、28AB ということで、4G の方はですね、とりあえず日本で使う分には問題ないかなと思います。5G の方も77、78、79に対応しています。で、33W のね、高速充電に対応しています。ティモチのね、PD の充電器に挿してみたところ、だいたい 30W ぐらいでしっかりと充電できています。あとですね、無線充電にも対応しています。こちら最大 30W ということですね。それ以外にも、無線のね、リバースチャージにも対応しています。だからこちらのスマートフォンから他のですね、ワイヤレス充電できるデバイスを充電することが可能になっています。この背面ですね、この辺に置くと、はい、わかりますかね、今こうランプつきましたね。 LED ついて充電されているのがわかります。まあ、だからイヤホンぐらいだったらスマートフォンから充電できると思います。ちょっと浮かしてみましょうか。はい、消えましたね。はいはい、ちゃんとね、充電されています。あとですね、専用ケースがありますね。これもウレフォンのアーマーシリーズのいいところです。でもいつもだいたい一緒ですね。こういう感じで、まあ、要は背面を守るためのケースとですね、あと、ここにマウントがあってね、ここにクリップとか、カラビナとかを付けられるようになっています。まあ、そのためのケースとも言えるかもしれません。それではちょっと付けてみましょうかね。こういう感じですね。はい、こんな感じでね、簡単にはめ込むだけで付きます。あとは、ここにね、スライドのマウントがありますので、ここに、はい、こういう感じでね、これでこうクリップで留めたりすることができるというものになっています。これはいつもね、大体一緒ですね。それではこちらのカラビナの方もつけてみましょう。はい、こういう感じでつけられます。で、取るときは一応ね、爪が引っかかってますので、ここを押して取る感じですね。で、このケースもですね、ここにちゃんと引っかかってるんですね。だからこれを外して取る感じになります。まあ、逆にこれがちゃんとね、爪で引っかかってないと、ここで支えてもこれが取れちゃったら意味がないので、ちゃんとここはね、ロックされるようにね、こういう感じになってます。ということで、今日はですね、ウレフォンのアーマー 27T Pro 紹介をさせていただきました。この端末のいいところは、やはりサーマルカメラを搭載しているというところだと思います。で、サーマルカメラを搭載したね、タフネスマートフォンというのは今までもあったんですけども、まあ、大体一番上のね、モデルについているのがサーマルカメラといった感じだったんで、すごくね、高かったんですよね。もちろん性能も良かったし、全体的なスペックも良かったんですが、ちょっと高額だったというところがあるんですけども、これはですね、ディメンシティのね、6000番台を搭載しているということで、まあ、5G に対応していながらも、SOC の性能は少し抑えめにして、全体的に価格を下げたという端末になっています。
スマートフォンの、ね、性能はそこそこでいいので、サーマルカメラが欲しいという方には非常にいい時代かなと思います。まあ、サーマルカメラだけ買ってもかなりの金額しますんでね、まあ、スマートフォンプラス、まあ、サーマルカメラでこの価格っていうのは結構安いと思います。こちらの商品は、プレセールがあります。プレセールの情報については動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。